皆さんこんにちは、中野ゆかりです。フィギュアスケーター中野ゆかりチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回はベストジャンパー、ベストスピンに続いてベストステップの選手を、私の中からご紹介したいと思います。この選ぶ選手に関しましては、現役を引退されたスケーターのみを選ばせていただきたいと思います。いや、ステップといえばこの人、絶対に私の中で忘れてはいけない、よく出てくる選手なんですけれども、高橋大輔くん、高橋大輔選手ですね。今はアイスダンサーとしてご活躍されていますけれども、たくさんの素晴らしいステップ見せてもらいました。村くんもおっしゃってましたけれども、憧れるスケーターの一人、私自身も同じ選手として憧れるスケーターでした。まあ、今でももちろん滑っているので、そのスケーティングの質、そして表現力っていうのは変わってない。そしてそれがよりレベルアップしているっていう感じがするんですけれども、なんだろう、大ちゃんが滑った作品、もういろんな数々の作品があるんですけれども、最初やっぱり衝撃を受けた白鳥の湖のヒップホップバージョン、あれがやっぱり印象に残ってるかなと思います。なんか白鳥の湖のヒップホップバージョンを見て、スケートアメリカを披露されて、それをテレビで見た時にもう衝撃を受けすぎて、思わずその後何度も映像を見返して、自分もそのステップを真似したくってやったんですけれども、あの速さと足の細かさと、そしてしっかりと音楽に合っているっていう、なんか全てのものが合わさっているのっていうのは、やっぱり大ちゃんだからこそできたもので、上半身の動かし方っていうのが、やっぱり体が本人硬いって言ってるんですけれども、上半身の動きの柔らかさっていうのは、やっぱり彼が本来持っている力だと思うので、そういうものが活かされて作られたプログラムのステップシークエンスだったなと思います。で、それが白鳥の湖のヒップホップバージョンで、他にもマンボウ、そしてアイ、あとはビートルズ。ビートルズはオリンピックの会場で私見てたんですけれども、思わずもう本当に泣きそうになりましたね。うん、覚えてます。そしてシングルとしての最後に見せてくれた不死鳥、あれもやっぱりなんかもういろんな年月を得て洗練された中、表現することが本当に僕は楽しいんだっていうのを見せてくれた不死鳥のステップだったので、なんかもう終わっちゃったのが寂しいんですけれども、もう一回ぜひ見せてほしいなと、生で見たいなと私も思っています。さあ、そして次はスピンの方でも出てきました、男子選手のステファン・ランビエルさんですね。膝がとにかく柔らかくって、左右差がなく上手な選手です。中でもやっぱり超えた式、ウィリアム・テレビ直後を見させてもらって、なんか鳥肌が立ったのを今でも覚えています。こんなにも盛り上がること、そして表現しながら足元をしっかり動かす、まあよく私がよく表現で使っている白鳥ですよね。上半身は美しいんですけれども、下半身はしっかりと動いて、ステップを踏みつつ深いエッジに乗って、エッジワークに乗っている。そしてこのランビエルさんはよく日本代表の強化合宿の方でも見て教えてくださったりして、やっぱりそういうお手本になるスケーターでもあるので、見ていて参考になりますし、ランビエルさんは左右差がないのももちろんなんですけれども、驚いたのがそのステップ、右と左すごく上手に踏むのと、そしてスピンも右と左すごい上手に回られて、さらにびっくりしたのがジャンプも右と左、右回転左回転両方飛べるところまで見せてくれて、あ、やっぱりそれだけ両方やっているとバランスを取れたスケーティングができるのかななんて思ったりして、もう気づいた時に私は遅かったんですけれども、両方の回転ができることっていうのは多くのメリットがあるので、やっぱりステップで得て増えてが出てしまうっていうのは、やっぱりそういう左右差っていうのがあると思うので、右と左まんべんなく練習するのがいいっていうのも彼から学んだものの一つです。そして女子選手をもう一人選びました。イタリアのカロリーナ・コストナー選手です。コストナーさんはたくさんの試合一緒に出ました。そしてたくさんのお話をさせてもらったんですけれども、長く現役生活、過ごされていて、多くの作品を見せてくれたんですけれども、もともと彼女の持ち味っていうのは、何といってもやっぱりスピードの持ち味、ものすごい速いんですよね、スケーティングが。
で、やっぱり、なので、そのスピードの速さからスケーティングスキルの点数が非常に高いところにつながっているっていうのがあると思うんですけれども、そのスピードにのっとったステップシークエンスを深いエッジでやると、やっぱりすごく見応えのあるものに出来上がりますし、彼女が見せてくれたボレロ、そしてボクシング午後、この2曲って名曲ながらも非常に間が取りにくい、表現がしにくい、つかみどころが難しい音楽だと思うんですけれども、彼女が持っている長い手足、そして身長、大きさを生かしたダイナミックなスケート、プラススピードに乗ったステップ。これは、やっぱりもともと持っているものと彼女が練習したもの、両方が合わさっているとはいえ、なんだろうな、ボレロはオリンピックの時に生で会場で見たんですけれども、体の動かし方がなんかすごかったですね。真っ黒の衣装で出てたんですけれども、今でもストレートラインステップっていうんですけれども、ストレートラインステップに入る前の振り付けが出てくるぐらい印象に残っています。ということで、今回は私が選ぶベストステップの選手を、ご紹介させていただきました。ジャンプ、スピン同様に、皆様が選ぶベストステップも、ぜひコメント欄にてよろしくお願いいたします。お待ちしております。皆様のフィギュアスケートにゆかりある日々が送れますように、チャンネル登録よろしくお願いいたします。